日向坂46の佐々木美玲、澤田ひな、富田鈴香がパーソナリティを務める東京 FM のラジオ番組、ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、毎週金曜11時30分から11時55分。この番組は、ランチ前に、ほっとするような、癒しの時間をお届けすることを目指していますが、貴様に、脱線してしまう番組です。9月1日、金曜日の放送は、パーソナリティの川田春奈が、ロケバスの移動中に起きたエピソードを披露しました。バル、パーソナリティの川田ひな、川田、私たちって、お仕事の現場に行くときに、電車も乗りますけど、複数で一緒に移動するときは車で行くことが多いんです。それである日、浜岸日和と一緒にロケバスに乗っていたんですけど、誰かが、くしゃみをしたんです。浜岸日和って、結構おじさんみたいなくしゃみをするから、浜岸日和のくしゃみだと思って、おじさんやん、みたいな感じで言ったんです。すると、浜岸日和に、え、私じゃないよって言われて。その後しばらくして、くしゃみをしたのは、ロケバスの運転手さんじゃないか、ということが発覚し、やってしまった、と思って。次の予定がリハーサルだったので、マネージャーさんに、車中で、こういうことがあって本当に申し訳なくて、どうしたらいいと思いますか、って相談したら、それは謝った方がいいよって答えてくれたんですね。バル、そして、次の現場に移動するときに、偶然にも同じ運転手さんの車両だったんですよ。だからこれはもう謝ろうと思って、運転席まで行って、さっきはごめんなさい、ってお詫びしたら、全然大丈夫ですよと言って許してくれました。でも、自分が逆の立場だったら結構傷つくよなって。だから、ちょっとした発言でも気をつけないといけないなと思いました。